どうも、ヒデルです。で今日は、アコーディオンを実際に弾きながら練習したいと思います。とその前に、まずはこのアコーディオンの構え方、そこから、話をしていきたいなと思います。でこのアコーディオンなんですけれども、いろんな大きさがあります。なので自分の体に合ったアコーディオンをまず選ぶということが大事です。僕は大きめのアコーディオンを使ってます。これだいたい15キロぐらいあります。体が小さい方や力の弱い方は小さめの軽いアコーディオンを選んでもいいかもしれません。そしてですね、このアコーディオンにはこの肩のベルトがあります。右肩にかかっているベルトと左肩にかかっているベルト、これをまず調節してください。まずですね、左肩のベルトはアコーディオンと体にこう隙間が出ないように、これが緩いとですね、アコーディオンがぐらついてしまいます。なのでピタッとついて、こう弾いてる時にアコーディオンがあまり揺れないような具合にこの左肩のベルトは調節してください。で右肩なんですけど、右肩のベルトは割とアコーディオンと体に隙間が出るぐらいに緩めに調節してください。これはなぜかというとですね、弾いてる時に右肩がこうベルトがきついと右肩が動くスペースがなくなってしまうので、割と右肩は右手は自由に動けるように少し緩めに調節した方がこう腕もね自由に動かしやすいので、そういうふうに調節してみてください。あとですね、この左手はこのバンドがありますけど、このバンドとアコーディオンの間に差し込みます。こうすることによってアコーディオンを開いたり閉じたりすることができます。このバンドのこの幅も調節することができて、ここのネジで調節するんですけども、これがですね、きつすぎると左手がなかなか動かしにくいですね。でまた逆に緩すぎるとこういう感じで左手とアコーディオンの隙間ができるっていう、ね、これもまた弾きづらいです。なのでまあこう軽く動かして動かしやすい、なおかつあまり隙間ができないぐらいの幅にこのベルトも調節してください。はい、調節が終わりましたらこのアコーディオンを膝の上に乗せます。この時に、まあ、両膝の上にアコーディオンをボンと置いてもいいんですけれども、僕は主に左膝にアコーディオンを置いて、このアコーディオンの角はこの足の間に落とすようにしています。これはまあどちらでもいいです。こう置いてもいいですし、こう置いても大丈夫です。はい、これが主なアコーディオンの構え方でした。今日はここまでにしたいと思います。それでは。